はい、では番組再開させていただきます。まず先ほどですね、急に画面が変わって、赤い物体が現れたと思うんですけども、あちらはB チャンネルの方で生配信している眠りうすりかになります。虫が嫌いな方とか苦手な方、申し訳ございませんでした。はい、ではここからは130周年記念特別講座をお送りします。広報部の笹村が MC 務めます。よろしくお願いいたします。まずこのコーナーでは最初に私から130周年について簡単にご紹介をさせていただきます。その後13時35分頃から、世界で認められたリンゴ品種富士、その後13時55分あたりから遺伝資源を未来に引き継ぐジーンバンクについての特別講座をお送りいたします。ではまず130周年について、少しご紹介させてください。では画面を切り替えをお願いします。はい、今お見せしているのが農研機構の遠隔図になります。左側が明治時代、右側が令和です。そうですね、細かくて一個一個もちろんここの場でご説明するわけではないんですけれども、この遠隔図の中の1893年農事試験場って書いてある、それが農研機構の起源となっています。場所ですね、上の方の明治時代のところに1893農事試験場っていうふうに書いてあります。次、画面の切り替えをお願いします。はい、こちらですね、農事試験場が設立された場所っていうのは東京都西ヶ原になります。現在その跡地にはこのような記念碑があるんですね。もう一つ画面の切り替えをお願いします。はい、こちらそこにある石碑にを、大きくしたものなんですけれども石碑にはですね、明治26年農商務省農事試験場はこの地に設立されたと。87年間西ヶ原にて多くの輝かしい業績により農業の発展に寄与してきたと書いてあります。さらに昭和55年筑波研究学園都市へ移転したということが書いてあります。現在の農研機構本部は茨城県つくば市にございます。ちなみにですね、この農事試験場の跡地ですけれども、現在は東京都北区の滝野川公園とか体育館になっているそうです。画面の切り替えお願いします。はい、ちょっとこちらも細かい絵で申し訳ありませんが、研究成果を年表のようにちょっと示してみました。農研機構にはたくさんの研究成果はあるんですけれども、その中で特に大きな研究成果についてここで画像とともにピックアップしています。この中で皆さんがよくご存知のものといいますと、多分梨の香水、香水とか、あとシャインマスカット、あとさつまいもの紅はるか、このあたりは皆さんにもよく知られているものかなと思います。果物の品種だと一般の方によく知られるんですけれども、その他にも農研機構の研究成果というのはこのようにたくさんありまして、縁の下の力持ち的に皆さんに貢献しているものもたくさんございます。さて、この中にですね、1962年のリンゴの富士の育成があります。それから1985年ジーンバンク事業の開始というものも載っていまして、この2つについてこの後、詳しくご紹介をしていきます。はい、では画面切り替え、はい、ありがとうございます。それではここからこのコーナーの本論に戻ります。まず1つ目の特別講座をご案内します。世界で認められたリンゴ富士と題してお話しいただくのは果樹茶業研究部門の沢村豊さんです。よろしくお願いします。世界で認められた、リンゴ品種富士ということで発表させていただきます。農研機構果樹茶業研究部門の、沢村です。ここに示しているのはあるカルタの札ですが、日本には世界に誇れる2つの富士があります。1つが日本一の山の富士山、もう1つは農研機構が育成した世界一のリンゴ品種ひらがなの富士です。最初に我が国の果樹産業に占める
まあ、リンゴの金額を示します。我が国では全体で9000億近くの果実が生産されており、このうちブドウが1902億、リンゴが1657億、みかんが1651億、日本梨、桃、柿と続きます。リンゴは3万5100ヘクタールの栽培で、東京23区の面積の6割に匹敵する面積の広さの土地で栽培されています。またこの写真のように初夏でもリンゴの果実がスーパーに並んでいます。リンゴは寒冷地の果樹産業を支える重要な品目であり、その中で富士は屋台骨を支える品種ということができます。それではリンゴの富士がどのように育成されてきたかを皆さんと見ていきましょう。ここに江戸時代の画家の伊藤若冲の仮想涅槃図という絵があります。大根をお釈迦様に見立てて、その周りを当時の野菜、果物が取り囲んでいます。この絵にある梨と比べてもリンゴはすごく小さく描かれています。江戸時代のこのリンゴというのは和リンゴという種類で、ゴルフボールほどの大きさで、味も少なく渋みがあり、薬用や地域の特産として利用されてきました。これは平安時代から室町時代に中国から渡来したものです。一方、今皆さんが慣れ親しんでいる我が国で栽培されるリンゴは西洋リンゴで、和リンゴとは異なります。西洋リンゴは我が国の開国後に公式に導入定着し、そして古くからあった和リンゴは姿を消すことになりました。西洋リンゴは当初我が国に昔からあったリンゴを特別するために陛下と表記されました。我が国の西洋リンゴの導入の歴史をここに示します。我が国の西洋リンゴとの出会いは開国後の幕末にまで遡ります。慶応2年にアメリカ由来のリンゴの木が植えられ、また次の年にはアメリカから100種余りのリンゴが送られました。西洋リンゴの果実については、その果実すこぶる美にして味はなはだかなり、当時本邦の人は陛下の新鮮なるを初めて知り、すこぶるこれを珍重せりとの記載が残っています。明治4年頃から北海道干拓政策に伴い、アメリカから75品種を導入しました。明治7年からは全国に苗木の配布が開始され、ジョナサン、紅玉、ロールジャネット、国宝などの品種が配布され、北海道、東北を中心に我が国のリンゴ産地を形成していきました。例えば1950年頃のリンゴの品種構成ですが、国宝、紅玉の2品種で7割以上の生産になりました。我が国のリンゴ育種の始まりですが、西洋リンゴの導入からほどなくして明治8年にはアメリカ産のリンゴの種子から選抜したインドという品種が作られました。これは日本で誕生した初めてのリンゴ品種だと言われています。一方、西洋から導入したリンゴが日本に広まりましたが、病害虫の発生、貯蔵性、着色、味などさまざまな問題が発生し、我が国でリンゴの新品種の育成の試みが始まりました。明治42年には青森県の前田氏が導入リンゴを親として交雑し、リンゴ綿虫抵抗性の梅沢等の品種を育成しました。公的な機関でリンゴの育種を開始したのは愛媛県の農業試験場で、大正12年に暖かい地域に適したリンゴ品種の育成を開始しました。昭和15年には玉姫という品種を発表しています。
昭和に入り、青森県の試験場でリンゴ品種の改良試験が開始されました。青森県では昭和18年に陸奥、昭和48年に津軽、昭和49年に世界一という品種を育成し普及させています。農研機構でリンゴの品種育成は昭和13年に遡ります。東北振興を目的に園芸試験場、東北市場を青森県の藤崎に設立し、果樹、特にリンゴの育種を開始しました。当時のリンゴの育種目標は極早生、早生の優良品種の育成とともに、品質、貯蔵性に優れる中手晩生品種の育成です。紅玉の貯蔵性の改善、大病性の改善、国交の着色、貯蔵性の改善が目的とされました。初期の交雑は3年間に20品種を交雑親に使って13,775本の未生を養成しました。富士の交雑はこのうちの1組合わせになります。富士の育成に焦点を当てますと、昭和14年に主要品種の国交とデリシャスの交配を実施し、果実を274個収穫しました。翌年に2004個の種子を採取し、968個体のリンゴの苗を育てました。しかし昭和16年には太平洋戦争が始まります。このため担当の研究者は戦争に召集されたり、満州国に転出となった者もいます。この頃は主要作物の主要穀物の増産が謳われ、果樹は不要不急のものとされました。昭和18年、極端な人員不足による業務の停滞と育種事業、研究業務の苦難が続きました。そういった中でも昭和20年まで交雑した木を保持しました。昭和20年には育てた苗の未生のうち643個体を育種の本圃場に植えることができました。同じ年に終戦になり、昭和22年から果実がなり始めます。また戦争に行っていた方々も帰ってくることになりました。そして昭和26年にその未生の中の1個体、ローの628が初めて結実しました。これが後の富士となります。ローの628については昭和26年から継続して調査が行われ、当時の調査野鳥、ここに写真で示していますけれども、そこに、果汁た、甘みた、酸味少ない、方向あり、高糖度、貯蔵性優良、有望と評価された記録が残っています。その後昭和33年までの調査で、優れた食味や日持ちのいいといった長所や劣化や外観など欠点を問題としながらも選抜されました。昭和33年に東北7号として公表され、濃厚な食味とクリスプ性のある食感により、市場の試食では高い評価を得ました。その後各県の試作試験を開始しましたが、試験の開始からわずか4年後、各県の木が一部結実しないまま、育成者は品種とすることを決断し、昭和37年に富士と命名し、リンゴ農林1号として登録されました。ここで富士の名前の由来についてですけれども、日本を代表する山、富士山、また今では移転して研究所富士の原木とも盛岡にありますが、最初に富士の育成が始まった
青森県の藤崎の町名から一文字を取ったと言われています。育成者の強い期待を背負った富士ですが、品種の普及に関しては順調なスタートを切ったわけではありません。育成公表後には富士に対するいろいろな意見がありました。育成者、生産者、市場からは貯蔵性が良く、硬く、果汁がずば抜けていた、ここより味がいい、試作試験の会議、神田市場でも評価を得ている、国交工業だけではリンゴの産業界はダメ、東北7号は国交のために作った本命である、これからの時代は富士だという意見があるのに対して、生産現場や一部の市場では、新品種で国交よりも良いものはない、富士を植えろと盛んに言ってくるが、国交は栽培性、安定性、貯蔵性の面から一番安全、富士は劣化が多く、色、形が悪い、商品である以上、きれいでなければならない、あんな色のつかない富士はダメだ、あんなものはリンゴじゃない、などの意見もありました。このような賛否両論の最中に、リンゴ産業に大事件が起こります。国内のリンゴ生産の7割、8割のシェアを持つ国交鉱玉の価格が大暴落します。昭和43年から昭和44年の岩手の新聞記事の見出しを見ますと、敬遠される鉱玉、好みは高級品に、不審の県産リンゴ、暮れから値下がり、みかん大豊作のあおり、まず品種高品、うまいリンゴ作り運動、富士と陸奥に人気などが見られ、また全国紙でも売れ残りから山に捨てられた国交が全国紙に取り上げられ、青森でわんさと捨てる栄光無残、大衆の味、バナナなどに押され売れ残りリンゴは悲し、山に捨てられる売れ残った国交、青森リンゴの嘆き、作っては捨てる鉱玉、国交一箱80円でも売れるなどの売れぬなどの見出しが躍りました。この売れ残ったリンゴの果実を山や川に捨てる、この山川市場と呼ばれる大暴落を境に、富士の急速な普及が進んでいきました。すいません。現在までの富士の普及として、リンゴの品種ごとの変遷をグラフで表しています。昭和40年前後までは国交鉱玉の二大品種の時代が続きました。しかしその中でバナナの自由化やみかんの生産の増大、また消費者の嗜好性の変化もあり、昭和40年代から国交鉱玉が大暴落することになりました。これをきっかけに富士の急速な普及が始まりました。1980年代後半には富士のシェアは 50% に至りました。次にお示ししているグラフは左のグラフですけれども、現在のリンゴの栽培面積の品種別の割合です。富士あるいは富士の変異系統を合わせて、今では 50% を超える面積の割合で栽培されています。富士の後に、和製品種の津軽、晩成の黄色の王林へと続きます。右のグラフは、世界でのリンゴの品種別の割合を算出したものになります。複数の資料をもとに概算で算出しました。世界でも 35% 程度の面積で富士が栽培されていると考えられます。このように富士は世界でも認められる品種となっています。リンゴの年度ごとの産出額に富士の品種の割合をかけると、
おおよその富士の産出額が想定できます。この20年間の我が国での富士の産出額は年あたり640億円から850億円に上ります。この20年間だけでも 1.4 兆円程度の富士が産出されたことになります。これらの果樹産業への貢献から富士の育成は多くの賞を獲得するとともに戦後日本のイノベーション100にも選ばれる素晴らしい成果と考えられています。今では我が国のリンゴは海外にも輸出され、野菜・果実等の輸出金額のうち約 27% をリンゴが占めます。これらのリンゴの果実は台湾、香港、タイなどに輸出されています。リンゴの富士ですが、育成普及から数十年が経ち、富士の枝代わりといった自然突然変異も発見されています。富士の果皮の色が良くなった着色系の富士、収穫期の早くなった早生系の富士などが見つかって普及しています。優れた品種である富士はそれ自体が育種の親品種としても使われています。シナノスイートは富士と津軽から生まれた品種で、現在1137ヘクタール。また富士の孫にあたる黄色のシナノゴールドは現在896ヘクタール栽培され、これも代表品種となっています。富士の子や孫の品種が我が国で普及しています。次に研究で明らかとなった富士の親から富士が受け継いだ育種場での重要な遺伝子の関係についてですが、国交デリシャスの組み合わせから富士が生まれましたが、今回調べられた果肉の軟化、収穫前落下、果肉の肉質、果皮の色、反転落葉病抵抗性といった5つの重要な遺伝子では、そのすべてで富士は親のいい性質を引き継ぎ、また悪い性質を引き継いでないことが明らかとなり、これら5つの遺伝子だけ見てもこの優良な個体の出現確率は 3% 程度であることが分かりました。富士の育成では稀な確率で出現する優良な個体が育成過程で適切に選抜されたことが明らかになりました。農研機構では富士を超える品種を目指してリンゴの品種育成を続けています。現在農林水産省では緑の品種育成方針というものが公表されており、リンゴでは黒星病抵抗性や栽培しやすいカラムナー品種、温暖な気候でも着色しやすい品種というものが求められております。農研機構ではこれらの特性とともに、さらに香りの優れる品種、活片の少ない品種、省力的な栽培ができる品種などの研究開発を進めています。農研機構の盛岡拠点では82歳になる富士の原木が今も元気に花を咲かせています。今世界で生産される富士はすべてこの木から枝を取って世界に広まっていったものです。富士の原木の1年間の様子を撮影し編集したものを今後 YouTube で配信することも考えていますので、見ていただけるとありがたいです。こちらに示したのは農研機構が育成し普及した果樹の品種となります。今回紹介した富士だけではなく、日本梨の香水、桃の暁、ブドウのシャインマスカットなど多くの品種を育成してきております。最後になりますが、秋はいろいろな果物が美味しくなる季節ですので、皆さんが農研機構の育成した果物の品種を不要不急と言わず楽しんでいただければと思います。ご清聴ありがとうございました。沢村さん、ありがとうございました。コメントもね、たくさんいただいてありがとうございます。
紅玉が富士より昔からある品種っていうのはちょっと私もこのご説明聞いて意外に思ったところです。で、スライドの中に和リンゴっていうのが出てきましたが、今回沢村さんが特別に和リンゴを持ってきてくださいました。こちらなんですけれど、普通のリンゴはこのサイズですので、なんていうんですかね、これこのサイズのものってなんかミニトマトの大きい版ぐらいですかね。それぐらいなんですね。和リンゴってこんな感じだそうです。でちなみに味はちょっと食べてみてっていうことだったのでちょっといただいてみますけれども、酸っぱいです。酸っぱいんですけど、紅玉の甘みがあんまりない感じです。で食感は美味しい、美味しいです。というわけで今はリンゴって世の中には出回ってない。一部産地で例えば彦根リンゴ協会みたいな感じで、その和リンゴの会みたいな感じなどを作ってなんか栽培されてたりはありますね。じゃああえてそのリンゴの元品種ですみたいな、元っていうかなんですか、和リンゴですって言って売ってる感じですね。そうですね、味がっていうんじゃないですよね。すいません、とても貴重な、貴重なリンゴってことですね。はい、はい、ということでした。あとそれからですね、ここの沢村さんの前にリンゴあるんですけれども、この品種の紹介をぜひ沢村さんにしていただきたいと思っています。はい、これは最近農研機構で育成した紅みのりという品種です。富士は11月ぐらいに収穫される、今紹介した富士はそうなんですけれども、これは今年採れたリンゴで、ついおとついとかそのもちょい前ぐらいに収穫したものになります。組み合わせとしては津軽に、アメリカからの導入品種のガラというものをかけたもので、この時期ってあったかいんで、リンゴって夜のその気温が下がらないとなかなか着色が悪いということになるんですけれども、他の品種と比べて、のあったかい環境でもその着色しやすい、赤い色がつきやすい品種ということで、温暖な気候にも対応できるような品種ということで開発されました。温暖化対策にもっていうこと考え方でよろしいんですかね。そうですね、はい、はい、ということでした。ちなみにちょっとここにまた同じカットしたリンゴがありまして、試着させていただきますが、もう美味しいです。美味しい普通に美味しいです。これまだなかなか市場には出回ってないですかね。そうですね、苗木としては売られてます。あと一部産地では導入も始まっていると聞いてますけれども、はい、皆様のお手元に届くのちょっと先になるかもしれないんですけれども、スーパーとかでね見かけたらぜひ手に取って食べていただければと思います。はい、それではまだちょっと質問もたくさんいただいていたところなんですが、申し訳ありません、時間になりましたのでここで沢村さんのコーナーは終わりとさせていただきます。沢村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では続きまして、ジンバンクのご紹介になるんですが、ちょっと今沢村さんにご退出いただくので少々お待ちください。では、次のコーナーに参ります。はい、次ですけれども、遺伝資源を未来へ引き継ぐジーンバンク、このタイトルでお話しいただくのは遺伝資源研究センターの江花薫さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。遺伝資源研究センターの江花と申します。今日は私たちが実施してますこうジーンバンクの活動について紹介する機会をいただいてありがとうございます。ジーンバンクは農研機構は130周年なんですけど、ジーンバンクはもうちょっとで40歳、もうちょっとで不惑っていうところなんですが、だいたいそういう時にはいろいろ問題が起こったりもしたりします。
見て、まずそのじゃあ簡単に遺伝資源とはどういうことかということから説明させていただきます。で、遺伝資源なんですけども、植物、動物、微生物などで、その生物としてその役に立ちうるもの、将来役に立ちそうな、資源になりそうなもののことを遺伝資源と言っています。はい、あ、ごめんなさい、スライド生きてません、はい、すいません。はいはい、でこれはトウモロコシとかカイコの繭とかですね、病原菌になりますけども、これがすべて遺伝資源になります。でジンバンクというのはその遺伝資源をまとめて保存しているところになります。で英語で言いますと、こうジーン、遺伝子のバンク、銀行ということで、実際にはこう植物の種ですとか微生物、また生きた動物や昆虫、その家畜についての凍結精液などを保存しています。この他に先ほどリンゴのお話がありましたけども、種で保存できないものは畑にこう実際に植物を植えている圃場のジーンバンクというのもあります。はい、それでですね、その遺伝資源をなぜ保存しなきゃいけないかということなんですけども、その一種類の品種だけをこう広い範囲で栽培してますと、その品種を侵す病原菌などが侵入してきたときに非常に大きな被害を受けうるということがあります。2つ例をお示しします。で1つは非常に有名な例なんですけども、アイルランドで起きたジャガイモの飢饉というもので、疫病菌というジャガイモを侵す病原菌が侵入してきたことによって、100万人以上の方が亡くなられてしまったとい こう大惨事が起こりました。でこの時アイルランドで栽培されていたのは収穫量が多いランパーという1品種だけだったんですね。でこれがアンデスの方から入ってきた病原菌にこう急速にやられてしまって、非常に被害が大きくなったということで、これはその歴史を変えるような大きな被害をもたらしています。もう一つの事例としましては、アメリカでトウモロコシを栽培していた時に、そのやはりその栽培していたタイプのトウモロコシだけをトウモロコシに感染するようなですね、病原菌が広がってしまったために大きな被害を受けたという例があります。これは上の方がこの病気に感染したトウモロコシの葉っぱ、下の方が健常な葉っぱになります。ちょっと待ってくださいね、ポインターがわからないだ。ポインターですね、ポインターを出したいんですけど、ちょっとポインターを出します。出ました、はい、こちらが感染している葉っぱです。でこちらはかなり大きな被害が出たので、これはこの種苗会社ですとか研究者が遺伝資源の重要性を見直す大きなきっかけになりました。でじゃあこういう被害が起こらないようにするにはどうしたらいいかっていう問いに対して、答えは割と簡単です。そのできるだけさまざまな品種が栽培できるように準備しておく。でそのための品種の育成の元と素材となる遺伝資源を、できるだけ多く保存するということが必要になります。で私たち農研機構のジーンバンクもそのようなことから、こういろいろな遺伝資源を保存するということで、活動をしているんですけども、これは植物の遺伝資源を例に、私たちジーンバンクでどんな活動をしているかというのを示した図になります。まずこういろいろな遺伝資源を国内外から調査して集めてきます。でこれについて特徴を調べて保存し、もし量が少なくなれば田んぼや畑で増やして、で要望に応じて配布をします。その配布先なんですけども、配布の目的としましては、だいたい品種の育成ですとかが多かったんですけども、最近はさまざまな研究開発にも利用されています。またそのあらかじめ種を預けておいて、もともと自分のところで持ってた種がなくなってしまったので、種をも戻してくれませんかっていうような、この復活栽培という事例も最近増えております。
って、ジーンバンクの活動の中ではできるだけ多くの遺伝子源を集めたいということで、これは1987年から今までにジーンバンク関係で日本 の、 その各地から遺伝子源を調査して収集してきた地点を日本地図にプロットしたものです。対象作物も麦とか雑穀から、野菜とかまで非常に多岐にわたっているんですけれども、地図をご覧いただければわかるかと思いますが、島ですとか離島ですとか山がちなところといったあまり人の目につかない未利用の遺伝子源を積極的に収集してきております。でこうした調査収集は国内だけではなくて海外でも行ってます。でこれはベトナムで稲の遺伝子源を集めている様子を表した写真なんですけども、この日本人の研究者とベトナム人の研究者が、協力して遺伝子源の調査を行っています。海外で遺伝子源を調査したり収集したりするときには必ず相手国の同意が必要ですので、もし皆さん海外に行って遺伝子源取ってこようとか思っているときはちゃんと注意してください。でですね、はい、でこの時は割とこう稲とか麦とか穀類の遺伝子源を中心に調査をしていたんですけれども、最近は野菜など、ターゲットもどんどん広がっています。でこうして集めてきた遺伝子源なんですが、種の場合は、その遺伝子源を安全に保管するために2箇所で保存しています。一つが配布用の種子貯蔵庫、これはマイナス1度の条件で保存しています。もう一つが長期貯蔵用の保存庫でマイナス18度で保存しています。こちらは図をご覧いただくと缶詰に種保存してあって、できるだけ外界の影響を受けないような状況で保存しています。で結構この他のジーンバンクに比べて優れた設備だということで見学の方もいらっしゃったりしています。はい、で種で保存できない植物、芋とか果樹とかですね、そうしたものですとか微生物、それから動物の精液などはこのような液体窒素のタンクの中で保存しています。ここはマイナス160度から196度という温度なんですけれども、この温度だと保存した時の状態をそのままキープすることができるということで、進めているところです。 でもこのジャガイモを例えば丸のままこのタンクに入れるとしますと、そんないくつも入りませんので、植物の場合はその一部芽を生やさせて、さらにその一部をこのちょっとだけ切り取って保存するという方法で保存しています。行かない、はい、はい、じゃあこれは配布用の種子貯蔵庫の中なんですけども、このちょっと動く様子をご覧いただきたいなと思うんですが、これはどうしたら動くのかな、これポインターを解除しないとダメですかね、はい、これでいきます、いいですか、はい、ですね、種にはそれぞれバーコードがついているんですけれども、何番の種が欲しいですということを指示してやると、今出てきましたけれども、その種が入っているトレーが自動的に送られてきます、はい、でこの種子庫はマイナス1度湿度 30% っていう条件なんですけれども、やっぱりこう種の出し入れのために人が出入りしますと、どうしても温度が上がったりとか湿度が上がったりしてしまうので、この自動取り出しシステムを導入しています。皆さんもし機会があればぜひ実物を見につくばにいらしてください。このような条件でできるだけこう種の活性を損なわないように保存しているんですけれども、やっぱり長く保存してますとだんだんこの
種の活性というのは落ちてしまいます。でそれを確認するために、定期的に発芽するかどうかっていうのを試験してるんですが、これはその結果をもとに作物ごとにどれぐらい種の寿命があるかっていうのを推定したグラフになります。これは横軸がこう保存年数です。縦軸がもともとの発芽率がどれぐらい落ちたかっていうのを示してるんですけれども、まあ、これでご覧いただきますと、こう稲とか小麦とかはですね、だいたいこう15年から20年ぐらいでもともとの発芽率の半分まで落ちてしまいます。で もっとその早く発芽率が落ちてしまうのもあるんですが、一方でキュウリですね、キュウリはこうダラダラとこう高い発芽率を保つことができて、まあ、計算上は130年ぐらい発芽率をキープすることができます。まあ、ということで今日私がパックした種は10年後20年後もしかしたら100年後に誰かが使って利用するかもしれないっていうと、私としてはそのすごい毎日ワクワクするような、はい、ことになっております。はい、あら動かないわ。はい、でですね、遺伝資源はその保存しておくだけでは、まあ、あまりこう意味がないといいますか、それを使ってどういう利用していくかというのも重要なことです。で遺伝資源を使って優れた品種を使った、まあ、作った実例としまして、まあ、有名な緑の革命についてちょっと説明させていただきたいと思います。で普通その品種のこう収穫量を増やすのには肥料を多めに上げて生育を良くして収穫量を高めるというのがよくある手法なんですけども、まあ、昔の品種というのは一定以上の肥料を与えても収穫量があんまり増えないっていうことが多いんですね。で、まあ、稲の場合なんかですと肥料をたくさんやると背丈ばっかり高く伸びてそれがパタッと倒れてしまう、収穫に結びつかないというようなことがありました。でそのたくさんの遺伝資源の中から実はこう肥料をいくらやっても倒れないこう歪曲優先という品種が見つかったことがこの緑の革命を進める原動力になりました。いかにもこう足が短そうな名前ですけれども、これは背丈が高くならない SD1 という遺伝子を持っていて、この遺伝子を導入することによって、まあ、収量性の高い優れた品種を作ることができました。これはちょっと古い話なんですけど、もう少し新しい例では農研機構でも遺伝資源を使ってさまざまな品種改良を進めています。これはコシヒカリやヒノヒカリといったこう優れた水稲品種にイモチ病に強い遺伝子を入れたり、まあ、虫の害を受けにくい遺伝子を入れたりした例です。この2つの事例では遺伝資源を利用することで農薬の使用量を軽減するということができました。でこのようにこう遺伝資源っていろいろ重要だなっていうのはこうだんだんお分かりいただけたかなと思うんですけども、まあ、重要な遺伝資源なので日本だけではなくて当然世界各国でジーンバンクというのがあります。また国際的な研究機関もジーンバンクを持っていまして、国際的な研究機関は作物ごとに分かれているんですけども、これはインターナショナルライスリサーチインスティチュートという稲の遺伝資源を扱っている国際機関です。まあ、日本ともこう結構やり取りがあります。それからこの下の写真は世界で最もたくさんの遺伝資源を持っているアメリカのジーンバンクです。ここは50万点ぐらいの遺伝資源を持っていて、しかもこうアメリカだけではなくて例えば日本の研究者が使いたいって言った時にも遺伝資源を配布してくれるこう非常に助かると遺伝資源ジーンバンクです。それからこれ左上はロシアのジーンバンクでサンクトペテルスブルクにあるんですけども、その第二次世界大戦の時にサンクトペテルスブルクを包囲されて食料がない時でも、まあ、ジャガイモとか麦とか遺伝資源に手をつけずに守り通したということで有名なジーンバンクです。
で右下はドイツのジーンバンクで、ここも海外に遺伝資源を配布してくれるので、日本の研究者も利用可能です。はい、そしてこれが最近有名なノルウェーのジーンバンクです。この、雪山の中にあるみたいなんですけども、北極に近いところにありまして、冷蔵庫の電気代がかからないという非常に羨ましい立地条件を生かして、世界のジーンバンクのバックアップをやってくれています。現在25万点ぐらい遺伝資源保存しているそうで、最近のトピックとしては、ちょうど今戦争を行っているウクライナのジーンバンクから遺伝資源をたくさん受け入れましたよというようなニュースがありました。で、なんでこんなに世界各地のジーンバンクが遺伝資源を保存しているかなんですけども、その放っておくと遺伝資源というのはどんどん失われてしまいます。その理由としましては、優れた品種が普及する、例えばさっき富士が普及していくっていうような話をリンゴの時にされてましたが、そうするとその他のマイナーな品種はどうしても栽培が減っていってしまいます。また食文化が変わっていくということで、私たち日本の食生活も、20年前30年前と比べるとだいぶ変わっていて、里芋とか、煮豆とかあんまり出てきませんし、その食べられなくなった作物はどうしても栽培されない、で結果として遺伝資源が失われてしまうということが起こります。その他に発展途上国などであるんですが、開発が進むと遺伝資源が失われるという例があります。これ一つお示ししますと、これはインドネシアの品種でシレワという名前の品種です。インドネシアでもちょっと標高の高いところで栽培されていて、実は非常に耐冷性が強いということで、日本の水稲育種でも利用されていたりしました。で、この人の背丈と同じぐらいのこうひょろ長い、あんまり収量性がなさそうな品種ですね。で、この場所を20年後に訪問したところ、田んぼが住宅地になっちゃっていまして、品種自体ももう見つからなかった。で、こういう事例は開発が進むところではよく見られます。で、日本でも人ごとではなくて、日本の在来品種遺伝資源もどんどん減っているという例をお示しします。ちょっと前のデータなんですけども、1982年にジーンバンクが収集した遺伝資源のうちどれだけが残っているか、10年後に残っているかというのを示しました。この青で塗ってあるのが10年後残っていた遺伝資源です。そうしますと、残っていたのは3割、そしてもっと恐ろしいことにその10年後に行った時には全然残ってなかったということで、遺伝資源の消失は本当に現在進行形で起こっています。で、私たちジーンバンクではできるだけ多くの遺伝資源を消失から防ぎ、そして未来の利用につなげるために、探索収集や特性評価保存配布などを行っています。で、私たち遺伝資源研究センターが中心になって行っているんですけれども、その他に農研機構の各研究室の皆さんたちが協力してくださっています。で、現在私たちジーンバンクは 23.7 万点の植物遺伝資源と3万7000点の微生物、それから2000点の動物遺伝資源を保存しています。これは世界でも第6位ということで、結構たくさん保存しているんですけども、これらを保存し続けて、皆さんに使っていただくように提供するのがジーンバンクの仕事です。はい、で、これ次最後なんですけども、最後に行かない、はい、これ最後のスライドです。これは農研機構の広報誌から抜粋したものですが、遺伝資源を使って最近育成された品種です。で、このような品種が、これからも、現在もですけれども育成されている。で、こうした遺伝資源を使った品種がどんどん作られていくこと、そして遺伝資源そのものが私たちの子どもの世代もしくは孫の世代まで伝えられていくことがジーンバンクの使命だと思っていますので、ご協力をお願いします。で、聞いてらっしゃる皆さんの中で
近くにこんな古い品種があるんだけどっていうような情報がある方がいらっしゃいましたら、ぜひご一報いただければと思います。はい、じゃあご清聴ありがとうございました。江花さん、ありがとうございました。はい、ではちょっとコメントをいくつかもらっているので、はい、ご紹介させていただきます。まあ、何が後世で役に立つかわからないからねっていうコメントをいただいていて、江花さんのお話の趣旨がよく分かっていただいたんだと思います。まあ、未発見のものもまだまだあるんでしょうねっていうことなんですが、まあ、減少してるんですかね。そうですね、まあ、農家の方の高齢化が進んでいるので、未発見のままなくなってしまっている遺伝資源もかなりあるんじゃないかなと心配しているところです。うん、まあ、海外についてもあれなんですかね、具体的に、海外の資源を取りに行くのは誰が取りに行ってるんですか。はい、農研機構では農研機構の研究者、例えばこう果樹の研究者なら沢村さんとか稲の研究者は誰とか、その、各分野の専門家が行っております。ですよね、多分海外もなかなかコロナだったりして行けなかったりとかしたりしたので、ちょっとそういう意味でね、収集も難しくなったりしてるかと思うんですけれども、あれですよね、経済的に発展してっちゃうとどんどんやっぱり失われてっちゃうっていうことには。あ、そうですね、なんか結構その行ってみたら日本の有名な種苗会社の品種を栽培してたとかそんなことも増えているのではい、なかなか難しいということでした。質問を、いただいているのでちょっと、お聞きしたいんですが、停電とか大変じゃない、起こったらどうすんのという質問がありました。で、実際、まあ、ジーンバンクがあるのは茨城県の、まあ、メインバンクがあるのが茨城県のつくば市なんですけど、茨城県なかなか地震多いと思うんですけれど、その停電対策とかその辺どうなってらっしゃいますか。はい、なかなかこうなんかプロ仕様な質問ですが、遺伝資源センターでは実はこう自家発電設備っていうのがありまして、燃料も保存されているので、停電してしまっても、まあ、1週間2週間ぐらいなら大丈夫です。はい、わかりました、ありがとうございます。まあ、あと他あれですよね、世界の例えばジーンバンクさんとこうつながっていて、そちらでもちょっと持っていてもらったりっていうことになってるんですかね。ですね、そこはちょっと難しいところで、植物防疫法っていう法律があるんですけども、その海外から物を種を入れるときにちゃんとこう試験しないととかですね、病気にかかってないことを証明しないとっていうのがあるので、なんて言いますか、こう共同で何かをするっていうことはできるんですけど、遺伝資源そのものを海外に置いておいてそれを使いたいときに持ってくるっていうのはちょっと難しいところもあります。わかりました、ありがとうございます。そういう意味ではあれですね、今あるバンクを大事にしないといけないということですかね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、わ、はい、かりました、どうもありがとうございました。それでは、江花さんがに教えていただきたジーンバンクのコーナー、ここで終了とさせていただきます。江花さん、ありがとうございました。